みんな、今日はテイルズオブアスタリアがついに4周年を迎えるってことで、とっておきの情報を届けにやってきたぜ。早速だけど、4周年記念キャンペーンについて紹介するから聞き逃さないようにな。まずは、あれ、ロイドじゃない、何してんの？おほほ、リーター、いいところに。一緒にキャンペーンを紹介しよう。私忙しいんだけど。いいからいいから。はい、これ。ったく、何何、4周年記念特別召喚、初回の10連は無料？そうなのか。あ、ちょっと、なんで渡してきたあんたが知らないのよ。いや、これよろしくってさっき渡されたばっかで、まだ読んでなかったんだ。あんたね。それにしても、初回10連無料とはやるわね。追憶のエデン編の主人公たちが全員新登場するみたいだな。ずいぶん豪華な顔ぶれじゃない。あ、おっさんもいるわね。まあそれは心底どうでもいいわ。まさかこれだけってことないわよね。もちろん。はい、次のやつ。な、また私が読むの？14日間アプリを起動すれば、合計100個の精霊石がもらえるそうよ。100個？そう、100個。すっげえ、使いたい放題だな。他にもイベントとかキャンペーンとかやってるみたいだから、詳しくはアプリ内のお知らせを見てちょうだい。みんなで一緒に4周年を盛り上げようぜ。こんなもんでいい？うん、さすがリタ、助かったよ、ありがとう。実はさ、俺一人じゃ心細かったんだ。はあ、ったく、そんな調子で超絶感謝祭大丈夫なの？大丈夫大丈夫。それにリタも一緒に出てくれるんだろ？呼ばれてるからね。頼りにしてるぜ。あんたも今日みたいに人に読ませてばかりじゃなくて、もっとしっかりしなさいよ。メインは分かってるって。レイブンとエドナも一緒に盛り上げてくれるみたいだし。あの二人か、どうなることやら。楽しんだもん勝ちだぜ。当日もよろしくな。はいはい、よろしくね。と、そろそろ時間みたいだ。みんな、最後まで見てくれてありがとう。俺たちも精一杯盛り上げるから応援よろしくな。それじゃ、今日はこの辺で。またね。テイルズ・オブ・アスタリア追憶のエデン、好評配信中。バンダイナムコ